面白いみたいなね、かっこいいみたいな。なんか人が出てきましたけど、謎のお兄様がね、ご本人の方なんじゃないかな。なんかちょっとはしゃいでらっしゃいましたけどもね。どこにいらっしゃるでしょうかね。なんかでもあの地域のね、あの景色とか文化的な要素とかが詰まってて、はい、この大きさならではっていう感じ、本当ですよね。見てるあれちびっこちゃんたちも跳ねながら見てもらったりとか、なかなかね、こんな大きなことで見たことないもんね。いや、感動いたしました。ありがとうございます、はい、そして葛飾の魅力ということでですね、この後に放映する映像の説明をちょっとマサの方から、何を見せていただけるかということですよね。いただいてもいいですか。先ほど冒頭で見ていただいた映像はですね、はい、今日から始まるイルミネーション点灯開始、ね、イルミネーションの点灯が開始しますよということをイメージして制作された映像でございます。今見ていただいたのがそれということですね、はい、そして次にいよいよ、はい、東京理科大が誇る、はい、学生クリエイターの皆さんの作品が、はい、ここに照らされますということでございます。そして学生クリエイターの作品と、そしてプロの作品を融合させた作品だそうですよ、ね、それをこれから見ていただきます、はい、皆さん、ね、寒いんですが、すぐねこちら行きたいと思いますので、長らくお待たせいたしました。それでは皆さん準備はいいですか。それでは行きましょう、はい、学生さんとプロの皆さんが、結集して手をつなげて作った映像です。行きましょう、せーの、スタート。
よいしょ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 よい